二千八年北京オリンピックの自転車競技、男子個人、ロードレースは二千八年八月九日、北京の行動コースで行われた。レースは中国標準時の午前十一時にスタートし、午後五時三十分まで予定された。総距離二百四四十五点キロメートルのコースは、天壇や人民外海道、天安門広場、北京国家体育場といったランドマークを通過し、 北京都市圏を北へ縦断。北京中心部から北 78.8km までは比較的平坦な地形が続き、そこから勝負を決するシャド10%の急坂を含む発達霊頂上を上り下りする 23.8km の周回コースを7周する。レースは最終盤に抜け出した6名の選手によるゴールスプリントを制した。 スペインのサムエル・サンチェスが6時間23分49秒で優勝。これはスペインにとって男子個人ロードレース初のメダルとなった。イタリアのダビデ・レベリンとスイスのファビアン・カンチェラーラがサンチェスと同タイムで2位、3位に入り、それぞれ銀、同メダルとなった。蒸し暑い天気は豪雨となった翌日の女子個人ロードレースと全く対照的であった。本種目は 競技台1日目に行われ、北京オリンピックで最も早く終了した。オリンピック前には、耐久系の競技における、大気予選の影響が懸念されたが、レース中に大きな問題は生じなかった。2009年4月、レベッリンはオリンピック中のドーピング検査で、持続性エリスロポエチン受容体活性化剤の陽性であったと発表された。その後、B サンプルも陽性になると、 レベリンは失格確定前に銀メダルとイタリアオリンピック委員会から授与された賞金を返還した。カンチェラーラと当初4位だったアレクサンドル・コロブネフの順位が繰り上がり新たなメダルを授与された。コロブネフの銅メダルは本種目でロシア初のメダルとなった。本競技において国内オリンピック委員会ごとに割り当てられる出場選手枠は最大5人であり、 UCI プロツアーとその下級クラスの UCI コンチネンタルサーキットの2007年シーズン成績による国際自転車競技連合ランキング上位から順に選手が選ばれた。各ツアーごとの出場選手数はプロツアーから70人、ヨーロッパツアーから38人、アメリカツアーから15人、アジアツアーから9人、アフリカツアーから9人、オセアニアツアーから3人、 世界選手権自転車競技大会 B から5人とされた。プロツアーの選手のみで、出場選手枠を満たさない国は、一つのコンチネンタルツアーの選手を、それでも足りない場合、世界選手権大会 B の選手を加えることが認められた。上記の基準により145人の選手が選ばれたが、実際にスタートラインに立ったのは143人であった。4人の選手が、 レース直前に出場を取り消している。イタリアのダミアーノ・クネゴは、同年のツールド・フランスでの怪我から回復しておらず、ヴィンチェンツォ・ニーバリと交代した。前回アテネオリンピック銀メダルのセルジオ・パウリーニョは、体調不十分と言われていた。ロシアのウラディミール・グセフは所属チームのアスタナを、内部のドーピング検査要請で、解雇されると、個人タイムトライアルに出場予定のデニス・メンショフと、 交代した。ミハイル・アルバジーには一週間前の練習中に転倒し鎖骨を骨折したが、代わりの選手を見つけられなかった。男子個人ロードレースがオリンピックで実施されるのは18回目であり、1896年の第1回大会で実施された後、途中実施されなかった大会もあったが、1936年大会からは毎回行われている。オリンピック前、 国際オリンピック委員会は大気汚染が選手に及ぼすリスクを軽視しようとしていた。しかし大会組織委員会は汚染レベルが高すぎる場合、自転車ロードレースといった耐久系競技の日程変更を考えていた。これらの競技に参加する選手は安静状態の人間の20倍の酸素を消費する可能性がある。高レベルの大気汚染は選手のパフォーマンスにマイナスに働き、 肺を傷つけ炎症を起こしたり、気管自然息といった呼吸器症状を悪化させる恐れがあった。大気汚染のレベルは8月9日に世界保健機関が安全であると判断した上限を超えていると報じられた。しかし自転車競技は選手からの意味もなく予定通り行われた。出場した143人のうち53人が途中、危険したが異常なことではなかった。 レース後には多数の選手が過酷な天候、特に UCI プロツアーの大半が行われるヨーロッパより高い気温と湿度であったことを強調した。一方、大気汚染は優勝候補であったステファン・シューマッハーが天候と大気汚染が影響したと述べたものの、問題としては大きく取り上げられなかった。ライバルであり、事前の評判が高かったパオロベッティーニとキム・キルシェン。 レース前の評判が高かったのは、スペイン代表であった。二人のグランツール覇者、アルベルト・コンタドールとカルロス・サストレのほか、2008年のドーフィネ・リベル優勝を勝つ、スペインナショナルロードレースチャンピオンのアレハンドロ・バルベルで、ブエルター・エスパーニャ2007でステージ3勝した、サムエル・サンチェス、2008年のツールとフランスのポイント賞を取り、3度世界チャンピオンになったオスカル。 フレイレもいた。その中でバルベルデが最強と見られていた。他のメダル候補には前回オリンピック金メダルのパオロベッティーニやステファン・シューマッハー、2007年2008年とツールド、フランス2年連続2位のカデル・エヴァンスもいた。その他強力な選手を揃えるドイツとルクセンブルクも優勝を争うと見られていた。 ドイツ代表は、シューマッハーのほか、イエンス・フォイクトといったサポートを務めるグランツールの常連がいた。また、ルクセンブルク代表には、アンディ、フランクのシュレク兄弟に、キム・キルシェンがおり、フランク・シュレクとキルシェンは2008年ツールド・フランスで、マイオ・ジョーヌを一時着用していた。会場の行動コースは、全長 102.6km で、 男子ロードレースの総距離2 4 5 4トルはオリンピック史上最長であった。北京中心部の東上区にある復元された球場壁の永定門がスタート地点、昌平区の許容席がゴールとされた。要和宮コースは計8つの区を通過する。イギリスのガーディアン紙が沿道の風景を総例と評した。北京市地から郊外へ向かうコースには 天壇、人民大街道、天安門広場、洋風の宮と万里の頂上の一部といったランドマークが含まれていた。またオリンピック施設である北京国家体育場や北京国家水泳センターも通り過ぎる。男子のコースが女子のコースと最も異なる点は距離が2倍以上あることで発達霊頂上と許容席の間の周回コースを7周した。レース序盤は 比較的平坦な北京市中心部を走行し、78.8km 地点で発達霊頂上にたどり着き、そこから一周 23.3km の周回コースに入る。ここから傾斜がきつくなり、周回コース開始地点から頂上までの 12.4km で 333.2m の高さを登る。登り坂はに車線で狭く、中間部分と、 頂上付近の傾斜が一番険しくなっていた。頂上で一瞬平地を走った後、許容機へ向け幅広い高速道路を駆け降りる。ゴール直前の350メートルは緩やかな登りとなっており、複数の選手が集団でやってきた際にエキサイティングなゴールシーンになるように設計されていた。警備上の問題から大会組織委員会がコース沿道での観戦は禁止したが、この決定は、 論争を引き起こした。パッド・マクエイド UCI 会長や、スチュアート・オグレディやカデル・エヴァンスといった自転車界の大物は遠慮なく意見を述べた。マクエイドとオグレディは沿道に人がいないことが、他のレースには存在する、ある種の雰囲気を奪い、サポーターの希望を考慮していないと語った。金メダリストのサミュエル・サンチェスレースは、現地時間の午前11時0分にスタートした。 スタートから 3km 足らずで、オラシオガジャルドとパトリシオアルモナシドの2人が逃げを決めた。彼らは最大で15分差をつけたが、脅威とはみなされず、実際2人とも完走できなかった。ペースコントロールするチームがいない中、60km 地点で、カルロス・サストレ、キム・キルシェン、イエンス・ホイクと、ロマン・クロイツガー、サイモン・ジェランを含む26名の追走集団が誕生した。 7周する 23.8km の周回コースが始まる最初のゴールラインを越えて間もなくガジャルドがアルモナシドから遅れたアルモナシドは1時間半以上単独で逃げた後2周目の頂上を過ぎたあたりで20人程度の追走集団に追いつかれた銀メダリストとなったが後に失格したダビデ・レベリンサストレとクロイツェガーを中心に牽引する強力な逃げ集団は 周回コースの4周目を終えて、レースの中間地点で6分のリードを奪った。ここで、イタリアチームがペースを作る。メイン集団は逃げ集団に追いつこうとし、スピードを上げる。その後、アリアクサンドル・クチュインスキーとルスランピド・ホルニーが、先頭集団から飛び出し、5周目開始時までに、サストレラに1分40秒、メイン集団に2分45秒の差をつけた。 残り 60km 地点で、サストレの集団は前方に、クチュインスキーとピドホルニーを残して、メイン集団に追いつかれた。その後間もなく5周目が終わる直前に、マルクス・リュングビストと、リゴベルト・ウラン、ヨハン・ファンス・ユメレンの3人が、メイン集団からアタックし、クチュインスキーとピドホルニーも追いつかれた。銅メダルのファビアン・カンチェラーラ。後に、銀メダルに昇格。次のアタックは、 クリスティアン・ファンベルガーが6周目の終わりにメイン集団から行ったもので、後に大胆かつ勇敢と評された。ファンベルガーは1分以上のリードを奪うことはできなかったが、7周目と最終周回を逃げ、残り 20km でメイン集団に吸収された。そして5分間の激しいアタック合戦の末、先頭には20人弱だけが残った。この集団には、カデル・エバンス、 リーバイ・ライプハイマー、サンティアゴ・ボテロ、ジェローム・ピノーラがいたが、バルベルデ・とベッティには置き去りにされた。さらに、アンディ・シュレクの度重なるアタックで13人まで減った、集団から、サムエル・サンチェス、マイケル・ロジャース、ダビデ・レベリン、アンディ・シュレク、アレクサンドル・コロブネフの5人が抜け出した。そして、サンチェス、レベリン、シュレクの3人は、 残り 12.7km 地点の発達例頂上の頂上で、ロジャースとコロブネフ20秒、エヴァンスの集団に26秒の差をつけた。ここで、ベッティーニ、バルベルで、ファビアン・カンチェラーラがメイン集団からアタックし、頂上でエヴァンスの集団に追いついた。残り 10km 地点で、戦闘集団と追走する2人の差は15秒であった。残りカンチェラーラが、 エヴァンスの集団から飛び出し、先頭の3人を追っていたコロブネフトロジャースに合流した。この3人は残り約 1km で先頭に追いつき、6人でゴールスプリントに入る。スプリントを制したサンチェスが、金メダル、レベッリンが銀、カンチラーラが銅となった。2009年4月、IOC は北京オリンピック中に6人の選手が、 ドーピング検査で陽性になったと発表したが、名前と競技は明らかにされなかった。後に、二人の自転車選手が含まれており、うち一人はメダリストであるとの噂が流れた。そしてイタリアオリンピック委員会は、名前を挙げずに、イタリアの男子自転車選手一人が、ロードレースで、持続性エリスロポエチン受容体活性化剤の陽性であったことが事実であることを認めた。翌4月29日、 委員会はその選手が、ダビデ・レベッリンであると認めた。レベッリンの代理人は、B サンプルの検査を要求したが、2009年7月8日、レベッリンは、ステファン・シューマッハーと共に陽性であったと証明された。シューマッハーはすでにツールとフランス2008中の、ドーピング陽性で2年間の出場停止になっており、さらなる処分を受けず、レベッリンは UCI と IOC により、 メダルを剥奪された。そして11月27日に、レベリンは、コニーと UCI の要求に応じて、メダルを返還。UCI の規定に基づき、カンチラーラとコロブネフが、それぞれ2位と3位に繰り上がったが、すぐには、新しいメダルを授与されなかった。2010年12月18日、カンチラーラは当初、 レベッリンに授与された銀メダルをスイスのイッティゲンで行われた式典で授与され、当初、カンチラーラに授与された銅メダルはコロブネフに授与された。レベッリンは銀メダル剥奪の決定に対し、スポーツ仲裁裁判所に訴え出たが、2010年7月に訴えは却下された。ドーピング問題はオリンピック前、ツールドフランスでのドーピング発覚を受けて議論となっていた。 IOC のトーマスバッハ副会長は、目の前の脅威はないと明言したものの、オリンピックでの男子個人ロードレース実施の見直しを示唆し、スポーツへの信頼が損なわれたと語った。パッド・マクエードは、この発言に起こり、なぜ、少数の腐ったリンゴに脅かされなければならないのか、と反論した。最終的に142人の選手が公式にレースを終えた。その大半は、 レース感想を期待されておらず、より良い投範力を持つ、自国選手を上り区間の開始地点で良いポジションにつけるため、チームのアシストとして働いた。また、多くの選手の多くが、後日のタイムトライアルのために力を温存しているようにも思われた。加えて、周回コースで周回遅れになった選手は、危険を強制された。同タイムは、同じ集団でゴールした選手を表し、 集団戦闘と同じタイムとなる出展公式記録ありがとうございます。